国会で発狂し大炎上、牛歩も令和新選組山本太郎ら。28日に国会において令和新選組の山本さんらが牛歩を行った後に発狂してしまい、火が殺到し大炎上してしまっております。実際にご覧いただきますと、制限時間に達しました。投票箱閉鎖、酪農家を殺しません、農家を守らない予算、30人の市長でも人々を救わない予算、議長の許可なく発言するのはおやめください。演壇で議長の許可なく発言するのはおやめください。このようになってしまっておりまして、まあ、こちら山本さんが何をおっしゃっているのか、まあ、よくわかりませんけども、資本家どうこうと主張されているようでございますが、資本家という表現は国内においてはいわゆる過激派くらいしか使用しておりません。令和新選組の皆様にはまずは正気を保っていただき、まあ、最低でも国会議員の品位品格品性を守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。